から。外へ出ていたでしょう。それとあなたちょっとは片付けたら。野原みたいで素敵でしょ。私にはただ散らかってるようにしか見えないわ。うん、あら、それはローリエ。ああ、うん、お母さんに内緒でお誕生日のプレゼントにするつもりだったのに。これだけあれば一年は持つわね。でもローリエの木までずいぶん遠いでしょ。人間に見つかったらどうするの。見つからないもん。外には危険な生き物がいっぱいいるのよ。おじいさんの一族にはヒキガエルに食べられた人もいるのよね。あとそのシソの葉もいい香りでしょ。そうね、お砂糖があれば美味しいシソジュースができるんだけど。今夜待ってて、私が借りてくる。ああ、初めての借りよ。うーんと練習してきたんだもん。あ、お父さんだわ。